気が済むまで本気でやれる場所にいたい。そうか。俺は最初の3対3やった時からそこまで心配してないよ。月島は多分真っ向から向かってくる相手に慣れてなくて逃げられないんだよな。まずは意識しろ。指の先まで力込めろ。絶対に吹っ飛ばされないように。で、手は上じゃなく前に出せ。前に出す。止めなくてもいいんですか。ちゃんと止まって。上へ飛ぶ。上出来。自分より圧倒的に上の相手のスパイクを止める方法はあるんですか。僕が牛若に勝てるわけないじゃん。ただ何本か止めてやろうと思ってるだけ。信じるのは目の前の情報だけ。よし。冷静というか集中だ。今の戦況がどうかじゃなく、多分戻った時自分が何をするか考えて。バンチ！バンチ！僕に任せてもらえません。本当、ナイスだよ王様。苛立ちと焦りを含んだほころびを待ってたよ。たかがブロック一本、たかが25点中の1点、もしもその瞬間が来たら、俺がお前がバレエにハマる瞬間だ。月島、100点の1点だな。たかが1点、勝負はここからです。リードブロックは我慢と粘りのブロックであると同時に最後に笑うブロックだ。ストレート、せーの、せーの、ワンチ、ワンタッチ、最後まで戦ってみたいなんて。